っと、うわこれ、これ夢だったよ。こんな感じですね。はい、どうもレミオリさん、リュウジです。今日はですね、珍しくもう私飲んでいるんですけども、皆さんに紹介したいのはお野菜を使うおつまみ、僕にとったおつまみですねをやろうと思ってるんですけども、今回はですね、なんとリュウジのバズレシピチャンネルでですね、料理を教えてもらいたいという方が今回特別ゲストをお呼びしてますんで、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いしまーす。アバです。アバレル君ことアバ君です。よろしくお願いしまーす。アバレル君でーす。最高の時間過ごしてもらってます今。さっきから飲んでもんね。今ついて多分13分ぐらいですよ。3杯目いかしまってます。じゃあ早すぎる早すぎる。俺まだ2杯目なんで。喉乾いててこの部屋がね、オアシスみたいに感じました。ありがとうございます。もう好き勝手やってくれ。やったぜ。ということでですね、今回ですね、アバ君がですね、お野菜が好き。そうなんですよ、はい、っていうことを、はい、聞きましたんで、野菜大好き、お野菜を使ったガンガンチューハイレモンが飲める、うわー、はい、最高ですね。それを今日はアバ君に作ってもらって、僕は横で飲んでるんで、じゃあ今日は2人で作っていきたいと思います。お願いします。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料紹介いきましょうか。今回はね、結構ね、シンプルです。まず人参です。 150g ぐらい、人参1本です、はい、はい、で、これベーコンです。はい、ベーコン 40g、 はい、はい、であと、ピザ用チーズ、うん、はい、大好き、生でもいく、生、これ生でいく、生でいく、生でいく、大好き大好き。でも、火通った方が好き。これも、今回火通します。はい、で、バターです。え、まあ、あと、こんなもん4つじゃん。4つ。あとはね、調味料はちょっと概要欄に書くようになってるので、おー、はい、よろしくお願いします。すいません。はい、じゃあということで、はい、このチャンネル飲みながら楽しくやるっていうのがこの動画のコンセプトなんで、はい、ちょっともう2人とも飲んでるんだけど、うん、乾杯してもらっていいですか。じゃあ乾杯。乾杯。はい、じゃあということで、やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあまずですね、これ人参ですね。はい、はい、人参をここは食べないんで、うん、ここ切り落としちゃってください。はい、じゃあそれは分かってますよ。それはそうですね。ここ食べないんでっていう説明はいらないから。じゃあ一応ちょっと初心者の方が見るかもしれないんで、食べる人もいるかもしれないしね。食べる人もいるかもしれない、はい、ということで、じゃあこれをチョッパーにかけていくんで、はい、皮はいいんだ。皮はもうそのまま。でも人参って皮むけてるんで、出荷時には。だこれ、これ皮じゃないぞ、これ。え、これ皮じゃないです。あの、洗って剥けてるってこと。洗って剥けてる、だから食べられる。あー、切れてきた、バッチリ。え、すごいすごいすごい。あー、もういい。もう OK。 うわぁ、そう。そしたらですね、はい、あ、ベーコンもやるんだと。これ、あら、これはベーコンもちょっと粉々にして、で、一緒に食べるっていう。そう、それぐらい。こんぐらいで。それぐらいで。皆さんはベーコン入れといていいですかね、自分の時にね。はい、ちょっと僕がね、久々のレシピだったか忘れてた。場所も取んないし、電源も必要ないから、結構いいんですよ。あー、もうバッチリですね。バッチリ、うまそう。はい、コンソメをここに入れてください。小さじ1よりちょっと少ないぐらい。あー、でも美味しそう。で、あと塩コショウ。そこはあれ、あ、オッケーオッケーオッケー。で、このまま電子レンジかけられなくもないんだけど、はい、ちょっとこう心配なんで、耐熱皿に一応混ぜて。混ぜつの。混ぜつの。あ、そうそう。ああ、もう、まあ、まだ美味しそうなあれじゃないけども。でも綺麗よ。え、そしたらバター 10g をここに乗せてチンします。はい、3分。乗せてもらって、600W、あの、ラップいらないの。ラップいらない。はい、じゃあこれを出したらバターが行き渡るように混ぜます。はい、はい、で、全体が混ざったら平らに一回してもらって、全体的に平らにしてもらって、 OK っす。これをこんなにわさっと、うーわ、これ夢だったよ。これ夢ね。大家族だと怒られるレベルの量よ、これ。はい、OK ですね。そしたらこいつを今度はね、トースターです。はい、はい、トースターでね、大体ね、チーズが溶けるまでなんで、はい、7、8分。はい、はーい、焼けたら完成。はい、はい、楽しみ。はい、じゃあそれじゃあですね、はい、今ね、もう7、8分で言ってたけど、多分ね、6分ぐらい経過して、はい、もう焼き目、いい感じになってくるので、うん、 そうね、そしたら開けて、じゃあちょっと熱いんでしょ。
指の2、3本なら。いや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 、リュウジさん、できましたよ。焼き色完璧っすね。完璧じゃん。完璧じゃん。イエーイ。で、ここにこんな感じですね。ということで、アバ君が作ってくれました、はい、人参ドリア完成でございます。はい、それではですね、できました。はい、いただきたいと思います。いただきます。いただきます。いただきますって酒は飲むじゃん。いつもこのチャンネル、僕が酒を喉を潤してから、うん、口の中をリセットしてから食べるっていうのが、はい、このチャンネルあれなんで。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。うんうん、絶対真似する。で、美味しいでしょこれ、うん、まず、人参が特有の香り消えてるね。うん、そうそうそう、それが苦手っていう人多いから、これ消えてる。チーズとベーコンだと味濃くなりそうじゃん。そうそうそう、でも人参がさ、ちょうどいいバランス保ってくれるね、水分でね。そうなんですよ。すげーうめえ。意外とこの人がうまいっていう。これが人参嫌いな子供もいつの間にか好きにさせることができるかも。僕が人参嫌いだからそこら辺任せてほしい。始めようかな、ゆういちさんの料理で子供が人参克服企画。あー、それいいかもしれない。結構自信あるかもしれない。多分一発で終わっちゃうんじゃない。長期企画のつもりで言ったらさ。うまい。それ嬉しいけどね、うん、ありがとうございます。うまい、ゆういちくん。はい、最高です。最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、今回の人参ドリア、はい、アバ君に作ってもらいましたけども、満場一致で酒飲めるということで、はい、はい、なので皆さんもこの機会に、人参がね苦手な方もね結構ね美味しくいただけると思うので、ぜひ作ってみてください。はい、ぜひ真似てください。だから食べない。え、皮ってもうやっぱ絶対落とさない、何などんな料理も。まあ基本は玉ねぎとかさすがに落とすけど、大根とかはやらないし。人参料理だと落とさない。人参料理はもうほとんど皮絶対。え、皮はカレーも。カレーカレーだって舌触りにさ、カレー人参入れない。入れない派なんだ。変わり者じゃねえかよ。カレーに人参入れないなんて変わり者以外なんでもないよ。じゃあ、 あの玉ねぎと肉だけしか入れない。でもキーマカレーには入れるけど。なんで難しいな。キーマカレー、キーマカレーはいいね。キーマカレーはあの粉々にしちゃうからね。ああ、そうそうそう。え、じゃあ人参が好きじゃない。人参嫌いっすね。何今日。なんで嫌いな料理なんですか。じゃあ、あの、まあ、暗黙のメッセージとかないですよね。違う違う違う。だって野菜が食べたいって言うから、まず。